皆さんこんにちは今年が宅建とのダブル合格のチャンスというお題で2020年向け賃貸不動産経営管理士のガイダンスを始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれではですね今回のガイダンスなんですが、えー、今ね10月の18日の 県の試験についてね、えー、もう勉強中って方、まあ、こういう方はねちょっと対象としておりますでまああの卓研の試験終わってからですね、えー、約一ヶ月後ですね卓研、えー、の試験が10月の18日ですから、えー、また12月にずれ込む可能性があるとはねまあいうもののまあ予定通りいくと、えー、10月の、ね、18日で、えー、その後11約一ヶ月後なんですがね 11月の15日、この後にですね賃貸不動産経営管理士の試験があります。まあ、その1か月でね、えー、まあその試験後、ね、もう出回してるのもということでね、まあ、一丁、その同じ年にね、もう一つ賃貸不動産経営管理士持って行ってやれっていうふうにね、考えてる方ね、ぜひぜひ一つね、聞いていただければと思いますね。 試ひと、まあ、一月ちょっとあるということなんですが実を言うと卓研試験が終わって、えー、10月18日であのー。 試験の合格発表がね、12月、いや約一月半なので、まあ、通常、例年なんですけども、えー、宅研の試験、まあ、手応えあるんだけれども正式な合格発表が、えー、1か月半後とかだとなかなか気持ちがですね、まああの、要は整理できないような状況がずっと続くんですね、年末にかけじゃあだったら、まあ、せっかく1年間ね、えー、それ以上になるかもしれませんが、まあ、宅研で猛勉強してきたんだからそこをね、生かすのがやっぱり,、えーやっぱりえー、これは生、ね、かすべきでしょうというところもあります。 まあその点でもね、えー、まあしかもそうですね、えー、試験内容はえ告知というわけじゃないんですけどかなり関連性のあ,あるものもあるのでね、まあ、その辺目指してね、えー、やっていただければと思います、はい、お手元ですねこちらネジ目が用意できればと思いますね、えー、先ほど言ったお題の通り今年が達見とのダブル合格チャンスということで小さなね副題として賃貸不動産経営管理士合格へ導くレクの4つのポイントということとありますがねそこに試験の概要とかそれからですねまあ 少し、ねえー、今回、卓研の勉強をしていると結構関連できますよというそういう、まあ、一つ一つ、ねえーまあ、いくつか,ですか紹介しながらなん、まあ、とか今年取ってやろうかという、えー、気持ちになっていただければ卓、ね、研、えー、だけではなくもう一所持っていってやろうかという気持ちになっていただければそれでいいいかと思います、はい、まずです、ね、この話は賃貸不動産経営管理庁の、ねえー、試験に、えーまあ、これ進めますが、えーと予定えー、試験実施日がです、ね、ここですね。 2020年は11月15日ですからまあ1ヶ月まではいかないんですけど4週間後ね、宅県試験から4週間後ということとなります、日曜日ですね、えー、午後の2時間、で、えー、形式がですね全く宅県と一緒でです、ね、4四択一のマークシート方式で50問、ただこの50問、実を言うと昨年まではこの賃貸不動産経営管理士の試験は、まあ、4択は4択ですけど40問だったんですね。えー、まあちょっと 10問増えました、まあそういうことでちょっと新試験などなどと言っておりますがね、えー、まあここでね「達見」と同じ、えー、問題数となっております。で、まあ、免除持ってる方はね、えー、免除ということでいいんですが、えーまあ、そこはね講習などを受けるということとなりますでその下にね、えー、出題の試験の範囲として若干抽象的な表現なので具体的に何っていうのが見えてこないのでこれ後ほどねちょっと検証したいと思います。 からその下にですね過去5年、まあ、昨年も入れての過去の5年の申し込み者、受験者合格数などなどがね、えー、記載しておりますが、まあ、やはり特筆すべきは申し込み者それから受験者がまあまあずっと右肩上がりで伸びておりますということです。それともう一つが去年 ガクッと合格率が下が下ったんですかね、えー、令和1年2019年ですけれどもね、えー、ここにちょっとガクっと下がったとっいうのが状況としてあります。でこれはおそらく今年の試験に向けて昨年から予兆があったんだと思いますがこれももう皆さんご存知かと思いますが。この賃貸不動産経営管理士を 必要とする業界、えー、いわゆる賃貸住宅の管理業がですね今現在は法律にのっとってるわけじゃなくて、えーまあ、登録制などにして、まあ、任意的な登録制なんですけれども、えー、もう国会でですね法律が制定されてで、えー、何もなければ来年ですね、まあ、正確な日付はちょっとね微妙なところはありますがおそらくまあ4月とかそういう気がいいところからですね基本的にはその 賃貸住宅の管理業強生的な登録制となってそこで必要となってくるのがやはりねこの賃貸不動産経営管理士という資格ということとなってきます。で、えー、確かにですね、まあ、あのいわゆる宅建業をやりながら、えー、賃貸住宅管理業と一緒に合わせてやっているところは多いのですね。でそうなってくるとやはり皆さんの中にはですね、えー、今年、まあ、会社から 不動産関してね、宅取らされて、取らされてっていうのはあれですけどね。で、またまた来年になったら賃貸もやってるので、賃貸管理もやってるので、こちらもね、取ってくれっていうこととなるとね、結構2年もかけて勉強っていうのは非常にね、よろしくないので、まあそれもあってね、せっかくです。関連資格ということもありますので、ね、ぜひぜひ、宅件なってみてください。で、おそらく今年も多少 例年に比べると難しくはなるかとは思いますがね、えー、それ以降やはりね必要な資格となってきますのでどん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 難しくなることも、えー、やっぱり考えられますですからやはり今年のうちにね、えー、ちゃんと取っておこうというところですねはい次のページにはですねその、えー、試験まあ新、えー、試験制度と書いてありますがこれは先ほど言ったようにね昨年までが40問であったところが今年50問になります。 えー、そこはやはりね、えー、やっぱりこの資格の重要性というところをまあ鑑みて、えー、より多くの知識を聞こうと、ねえー、しているところですから昨年問題数は変わらなかったんですが難易度ね、まあ、結構上がっております、えー、っと合格率でいうと。 かかららですからね、えー、それぐらいねやはりね、えー、やはり重要な資格だということをまあこれね認識してやっておりますのでこの難易度はだん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 難しくはなっておりますで内容として昨年ぐらいから多くなったのがですねやっぱりあの個数の問題ね、えー、ちょっと、ね、太字になってますそれから、えー、ちょっとテクニカルな組み合わせの問題それからあまり聞いたこともないようなね、えー、テーマの問題なんかも増えてきて、まあ、その辺からもね、まあ、難しくなってるという のはねえー、かなり感じられるところでしたですね。はい まあ大体それぐらいまではお分かりでしょうかね。えー、ところで、まあ、このガイダンスを聞いてくださってるっていうことは中身ね、もうちょっとっていうところでしょうね。えーまあ、果たして今、一生懸命竹の勉強してるんですけど、それで足るのか、えー、その後一1か月でどういうことを勉強しなきゃいけないかっていうところね、まあ、ここが今日の本題ですので、まあ、その辺当たっていきたいと思います。同じページのこの2ページですかね、出題数の増加というところにあるんですが、まあ、増加されてどうなるかっていうよりも、まあ 例年の昨年までの40問だった時代の、まあ、試験どういう範囲から出てるかっていうのを少し検証しておきましょうかね一覧表がありますで、えー、右の方にはですね10問増えるからこれあくまでも予想ですけれどもね賃貸借契約だったら昨年が9問なので、えー、まあ1問か2問増えて10問ぐらいになるんじゃないだろうかという予想を。 とということですね、はいまあ、ただ分類としてね昨年までどういう形で取材されていたかというのはちょっと検証しておきますと、えー、大きく分けて法令系。 そそれから、えー、登録制度系、そしてまあ正確な分け方というのはないんですけどおおよそ、えーまあ、他の予備校も踏まえてねこういう形で分けておきます。でここではやっぱりねあのー、宅建の勉強との関係ですが、まあ、一番上のですね賃貸借契約これズバリズバリ、えー、ほとんど宅建で勉強していたところでしょうね。えー、民法賃貸借、それから、 借地借家法ね、えー、どうしてもこの賃貸不動産経営管理士のまあ前提としてあるのは建物ですからその建物の賃貸借となると、えー、当然のように借地借家法ね、えー、というところですで内容的にはそうですね、えー、まあ民法それから借地借家法等もやや今のところは宅建の宿員よりも 優しいところが、まあ、解きやすいという意味でね、優しいところはあります。ただですね、範囲が、ま、9問ということで、ものすごく広くて、えー、ま、今年に関しては、ま、10問、えー、11問なるとなると、かなり広いところからは出てくるんですね。だから、えー、このままの、まあ、宅建やったままの知識ではなかなかしんどいところはあります。ただ難しくなるわけじゃなくてね、まあ、結構いろんなところを聞いてくる。まあ、例えば、そうですね、関連する保証の話とかね、その保証なんかも実を言うと、えー、いわゆる、えー 普通の保証じゃなくてまあ 賃借人の保証に、まあ、賃貸借人が来る保証人なのでこれ実を言うと根保証という形でねちょっと特殊なルールが出てきたりそれからですねやはり更新とかそういうところでねあんまり宅建では聞かれないようなところももちろんありますが内容自体はそれほど難しくありませんまあここはやはりね50問のうちの、えー、まあ10問、えー、アドバンチテージがあるとなると結構大きなところですからね、えー、見てください、はい、それからまあ他の業務としてね、えー、業務法令もまあいくつか出てきておりますがね その下なんですがね、えー、登録制度これはですねあの賃貸住宅の管理業ねこれも今任意的な登録で来年からこれは強制法律上の強制登録ということとなります。で今そのベースになってるですね登録制度があるんですがその制度ね それから、えー、賃貸不動産経営管理士もこれも登録ということとなりますが、その制度のこと、これ実を言うと、えー、宅建の勉強で言うところとで言うとあの、宅建業法の <coughs>、宅建業者の免許の話とか。 それから宅地建物取引士の登録の話とかあれとまあ告知してるんですねで若干数字なんかが違うところがありますがま制、あ、度としては非常に似ているのでまあ、ここは勉強ほとんど苦にならないかと思いますでそれだけでもあ数を合わせるとどれぐらいかなやっぱり10問近くありますのでそれだけでもこれで50問のうち20問、えー、半分近くまでここでねまあ、ストレスなく入っていけるっていうところです それからその下の賃貸管理業務、うん、まあいわゆる実務の業務になってきてもですねこれまあ借り主の募集って真ん中辺ありますまあここ二問でありますがこの借り主の募集ってわ、えー、かりますかね借り主の募集、えー、これ自分で募集するんだったらいいんですけど人のねやっぱり仲介してやるといわゆる宅建業が引っかかってきますので宅建業法の規制ではどうなっているかっていうことなんでまあままるまる宅建業法だったりするんですね。 それから、えー、管理業務の受託とかそれから、えー、管理実務になりますとこの管理は具体的にはですね、えー、貸主から依頼を受けて要は委任を受けてということともう1つは貸主から一度、えー、管理会社自体が借りてスタブリースするということなんで結局ですね、えー、民法上の委任とかそれから、えーまあ、天体です、ね、そういう形式になりますのでほぼほぼここもですね、ベースとなるのはまあ えー、管理業務とは言っておりますが法律の、えー、委任とかね、えー、賃貸借転貸借の話になりますのでここも非常に関連とくるところなんですね。そうすると、まあ、この中でもやはりね、まあ、50問のうち半分、えー、超えるか半分近くはですね結局他県の勉強がベースになって、まあ、そこからね 上乗せしていくっていくとうころなんでですね、えー。それがまあ内容で、ね、最後の確かにですね、建築設備に関しては、えー、やっぱりねあの宅建だとなかなか勉強してないところでしょうがね数、まあ、が6問であるということと、まあ、あとはですね宅建でも勉強している後でちょっと検証しますがね、えー、建築基準法なんかはも,もちろん内容と入りますのでねその辺、まあ、多少はダブリバあります。 なので、まあそう考えるとちょっと文字面からはなかなか結びつかないんですが、まあずばり僕は五から六割ぐらいはまあタケと関連するところなんでね、まあもちろんそのままの知識っていうところじゃないんですがね、えー、関連するところなんで勉強はしやすいところです。そうなってくると試験終わって一ヶ月、えー、十分間に合います。えー、ですね、あのー、ギリギリ、えー、まあ確かにタケで一点二点、えー、予想点よりも上。 載せしててるったって、ね、もうイライラは取れませんからねじゃあだったらこの1月で頑張れる範囲の問題だというのはまず確認しておいてください。はい、さらにさらに具体的にはですね、えー、もう少し詳しくね3ページからどういう項目がありますかでどの辺戦略として取りましょうかっていうことを書いてありますでこれも予想の範疇ですがもう一度にページ戻っていただくと、まあ、50問になったところで、えー、おおよそ 合格ラインはこれぐらいになるんじゃないかなっていうところでまあ昨年からの予想もあって、えー、50問でおそらく、えー、35点近辺6点まあ打っても7点かな下がっても33点そんなもんかなっていうことではこれはもちろん予測しております。 でそんなもん予測できるかっていうことなんですが、まあ、もちろんあの合格率にもありますけれども基本ですねあの、まあ、この手のというと一括りにして失礼かもしれませんが、えーまあ、法律実務系の資格試験の中で4択で50問になりますとおおよそですね、えー、合格基準がですね、えーまあ あの合格率はまあそれぞれバラバラであったとしても大体合格基準点が7割前後ぐらいになるようにこれ設定してきてきますね、えー、これはああいいそらくえまあ50問の試験の中でそれよりもえ合格基準が高くなるようだと、あのー、いわゆる一夜漬けでも受かるような簡単な試験、まあ、合格者が高得点すぎるというパターンはね そうすると、えー、本当に一夜漬けとかそういうことで、えー、まあ、受かってしまうと、えー、次の日忘れますからね使い物にならないし、えー、資格になるんですよ、えー、だからまああのその点についてはやっぱり若干ですかね難しい内容も入れてきますかといってそれを入れすぎるとまあもしもし、えー、基準が三十 とかそれを終わるようになってしまいますとね4択ですから、えー、可能性としては出てくるんですね勉強せんでもということです、はいまあ、もちろん、えー、全くだったら話にならないんでしょうけれども矢はあのラッキーパンチが出てきて、えー、それで受かってしまう可能性があるのでまあ、えー、どの四角見てもだいたい4択50問ってなってくるとこれぐらいね、えー、基準としておりますでそのこれの、えーまあ、7割強ぐらい取,れ取るということを前提としてだいたい 科目ごとに何点ぐらい取っていくかっていう目安ねえー。まあこれが示しております。ただですね。あのー、まあこんなに項目分けるともですね。えー、ま、基本的にはやっぱり取りやすいのは賃貸借関係ね。これはまあほぼほぼ一問も落とさない気持ちでね、えー、取れればまあまあ間違いなく合格します。極端な話えー、まあ実務知識。と とか建築設備系の知識がまあ多少おぼろげでもね、まあ、これはちゃんと受かっていく、まあ、そのためには今一生懸命勉強されている宅建の賃貸借とかね借家借家法の勉強ねこれはぜひぜひ活かしてくださいというところなんですね。はいまあ、その辺参考まででしたで せっかくです、まあ、こんなあのこんなっていうよりも、えー、そういう紹介だけじゃなくてです、ね、実際に、まあ、宅建の過去問とそれから賃貸、えー、不動産経営監視率の過去問ねどういう類似点があるかっていうところで、まあ、その辺で、ね、ちょっと検証しながら見ていきたいので、えー、数は多く当たりませんが典型的な問題ね、まあ、これを見てあこういう問題かじゃあだったらいけそうだなっていうのは、ね、まあ一つでも二つでも感じて、えー、あじゃあ 取ってやろうかなっていうふうには考えておいてください。えー、こちらにですね、中扉があってページの番号で言うとだいたいのんびりとね、四ページ五ページ目ぐらいなんですかね。えー、こちらにタケンシと、えー、賃貸管理師ね、えー、まあちょっと略してますがね、えー、過去問を比較ということで比較しております。で、えー、次のページの見開きで六ページ七ページにですね問題が載っていて、六ページの方がこれはですねタケンの過去問ですね。 まああのオレックで販売しているウォーコー問題集、まあ、そこから抜粋しているものですねで7ページが比較しているのが、まあ、この形式の方が賃貸不動産経営管理士で取材されたもの、まあ、これちなみに昨年なんですがねっていうところですねでちょい時間取りますから実際にちょっとやってみましょうかね、えー、まず6ページ側のこちらの。 問い103とありますか、えー、こちらね、ちょっと考えてみてくださいあのー、まあ若干早めになりますが、えー、と合図しますのでそこで解ききれなかったらね、えー、まぁちょっと映像を止めたりしてね頑張ってみてくださいはいではこの問いの103番って書いてある方ね卓研の問題の方、えー、ちょっと考えて解いてみてくださいはい ちょっと、えー、時間ね早いんですけれども、まあ、ちょっと解ききれない方はね一旦、えー、映像を止めていただいて、えー、あるいはねやっていただければと思いますのでねはい、えー、こういう話です。ざ、まあ、っと外略だけいくと A から B へ賃貸借がなされて B から C へ転貸がなされているその状況でポイントとして AB 間の賃貸借契約が終了したらどう C に影響を及ぼすか。えー、もう のの場合の典型的な事例ですね、えー、パターンとして確かに3つあったんですがね AB 間が、えー、B の債務不履行で解除された AB 間が2つ目が、えー、まあ期間満了あるいは解約申し入れっていうことで、えーまあ、これ、えー、きちっと終わったでもう一つが、えー、AB 間の合意解除ね、えー、合意解除です。 えー、それぞれ C にどう及ぼすかっていうことなんですが、えー、この問題は誤っているものはどれかっていうこととなります。足の1番目ですね、えー、まあ、えー、AB 間の終了原因の一つである B の賃料の債務不履行、えー、これを理由に賃貸借約,約を解除されたこの場合は結論で言うと C に当然のように対抗することができます A はね。 ととということはこはれあた明け渡せと言えるんですね。でその時、えー、まあ、確かにですね、えー、A はですね C に直接、まあ、転嫁料を、ね、請求することができますがかといってその C にね、えー、この支払いの催告をする必要まではありませんこの、えー、賃料支払いの催告を C に対して与える必要まではありませんのでこれ まあ早めに私が聞き換えたのは当然のようにここで誤りでおそらく勉強しっかりされている方は以下読まなくてもいいっていうレベルにあるはずです。はい、ところでもう一つ二つだけチェックしますと,、えー、っとそうですね一番下の4番目のやつですね A と B、えー、これが合意解除しました。 っていう話の場合はははこれは C には対抗でできませんでしただから、まあ、言葉で変えると C にはね、えー、その明け渡しを求めることはできない、えー、まあ回答は1番目で出てるんですかね、えー、4番正しいっていうところです。はい、でそのままの知識で、えー、右側の7ページの「管理業務の受託」とね打ってありますが11番の問題。はい、これもまた ほんのちょっとですが時間とりますのでちょっと考えてみてください。はい、よろしくお願いします。七ページね、この十一番の問題です。 はいまた若干早めですが、えー、もしね、ね像止められたら止めてね最後までちょっと聞き、えー、きれなくても話聞いていただければあほぼほぼやらせに近い問題だなっていうのが見えてくると思いますね文、えー、などは省略しますが結論だけ、ね、足のい,いですが、えー、同じように転退がなされていて管理業者との間の現賃貸借を合意解除した場合は確か転弱人に対抗できませんでした。 ですから、明け渡しなどを請求することはできません。できるというともちろん誤りですね。えー、一方、その下ですね。えー、現賃貸借が、えー、管理業者の賃料不払いによって解除されましたこの場合は転虐人に対して明け渡しを請求すること。これはもちろん、えー、できますとね、当然のように。で、e、が誤って U が正しいです、ね、で、結構この賃貸不動産経営管理士もこの組み合わせの問題出てきますが組み合わせ結構テクニカルに作られていてこの2つだけで回答できるんですね適切なもの U、えー、絶対に自信ありますのでここですねところで E が入ってたらおかしいので、えー、結論とするとねこの2つの足で当然のように4番と回答ができるところです先ほどの宅建の問題そのまま持ってくればなんてことはないということね、えー、です。ただですね一瞬躊躇するのはこの管理業者と 出てきますが、まあ、いわゆるまあちょっとだけね、えー、管理の業の形態、まあ、だけ説明しておきますと管理する、まあ、賃貸住宅を管理する上でですね大元の貸主から借りてそして管理する上でサブリースするパターンですね、えー、ですからこの管理会社とすると、まあ、中間者すなわち 賃借人、そして天体人の立ち位置っていうこととなります。だから、結構このサブリース、この天体の関係っていうのは、まあ非常にね、えー、重要項目でありますが、基本ルール変わらないというところね。あ。 やってやった、えー、あ、これは宅建の知識で解けるなっていうところ感じていただければと思いますはい、この点結構多いです、えー、この場合、ね、賃貸借関係の問題が先ほどの表でもあった十問ね伝説、えー、出てくるところなのでこれはアトバンテーそうでしょうねっていうところですねでもう一問だけちょっと検証をしていきたいので少し後ろのページね、えー、いろいろ講釈とかがありますがまあこれ参考までにテキストの内容とかありますがずーっと言ってずーっと言ってはい、十四ページ十五ページ開いてくださいはい えー、この14ページこれは宅建のですね建築基準法の問題ですね。で15ページ、えー、こちらもですねまあ時折こうやって建築基準法の問題として出てきます。はい えー、ではちょっと時間の都合もありますが14ページ側のですね一緒にこの1番目の問題考えていきましょうかね、えー、問いの68番と書いてあるやつね1番はい読んでいきますが住宅の、えー、地上階における、えー、居住のための居室には最高のためその窓、えー、ごめんなさい最高のため窓その他の開口部を設け その最高に有効な部分の面積は、その教室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。もう宅建ではグリグリの典型的な問題ですね。確か開口部2つ聞かれることがあって、その開口部は今回のように最高のためと、もう一つが換気のため。この基準違いましたっけね、数字ね。えー、確か換気のためは20分の1でよかったんですけど、今回最高だから7分の1、あその通りということで、グリグリの20丸っぽい問題 えー、というところとなりますこれがやはりね、えー、次やっぱり賃貸不動産経営管理士でももちろん出てきますというところですねはい、えー、15ページはいところでですねちょっとまたこれ一緒に行きましょうね、えー、この建築基準法の最高の規定に関する規定、えー、で誤っているものはどれかはい1番目の足読んでみてください、えー、事務所や店舗用の建築物に対してはこの最高規定が適用されるん さっきちょっと宅建の問題見てみると「住宅」とあったかな、えー「居住のための教室」ってあったので一瞬あのこの数字だけ覚えてるってわけじゃなくて、えー、どういう建築物かっていうのもきっちりとやったら「うんいや事務所や店舗はどうだろうな」で実際俺が行く店舗あの窓ないとこ結構あるしなっていうのでね、まあ、これもちろんこれはえー 事務所とかね、えー、この店舗用は除か,かれるっていうところなんですがだから、まあ、ここはやはり宅建の知識そのままというときはじゃないんですけれどももう一つねプラスアルファいるんですけどベースになってる考え方は一緒ですっていうところねえーでしたはい、えー、このまあもちろんこの、えー、最高規定、えー、やっぱりね住宅まあそのほか、えーまあえー、病院などなどありますけどね、まあ、事務所とか店舗用になりますとここは特にね要求されていないというところとなります。 はい、からその他かの知識としてはね、有効な面積が7分の1ですよとか、えー、そういうところねつ、まあ、ざっと続いておりますが、まあ、基本的には事務所店舗ねこれ除かれております、えー、ですから誤ってる、えー、適用されるというと誤っておりますので、まあ、それ以上というところなんですねはい、でこれ初めてもちろん勉強するとうん一瞬何こっちゃなるんですけど今の最高規定の基本ベースだったらそんなに上乗せする知識ってストレスじゃないですよねないですよねうん えー、やっぱり勉強のね、えー、まあ一致でもっと持ってますからねこれで上乗せしていってこうというのが一つですでそのほかにもちょっと今回紹介し,り、までき,えー、しきれませんでしたがね、えー、税金のことなんかも結構ダブったりしてますのでね、まあ、そういうのを生かしてねぜひぜひねやってほしいというところがあります。でですちょっとと最後にだだけね、えーまあ、紹介させていただくとやはりあの試験 あの卓研の試験終わって確かに1ヶ月ここでですね集中すれば十分なんですがなかなかやる気も起きないというところはありますそれから、えー、確かにですね卓研で集中するとですねまあ、勉強の癖がついててどういうのは分かるというんですけどやはりねあのせっかくやるからには絶対やっぱりね、えー、失敗できるのに受かりたいっていうんであれば、まあ、やっぱり僕は。 ここうういっった予備校、えー、これを使うのはやっぱりおす,すめします効率的にやるということで、ねえー、まあ一月の中でやはりね焦りもあるでしょうその中でやっぱり効率的っていうのとなりますとね、あのー、まあ似てる似てるとは言いつつですねやはりえ過去問を研究してどの範囲で出てるか、えー、どれぐらいのレベルにいっとくかというところを踏まえてやはりね 短期で無駄なくそして、えー、まあギリギリっていうわけじゃないんですけれどもまあ合格、ね、必要な知識をね最低限にとどめてそしてしっかり受かっておこうということになりますとですねいろんな自分の情報を調べたりそれから変に過去もいや予想問題っていうかいっぱいおそらく今後出てくるでしょうけれどもね変なやつとかね当たりたくないのでね、まあ、そういうところもあってぜひぜひやはりね、えー、こういったね、えー、レクのようなやっぱりえー 講義ねえー、使っていきたいのがやっぱり近道でありますし結局時間の節約になりますしそれが、えー、最終的にはお金の節約になりますのでねまあその辺、まあ、よくね、えー、ご自身の中で、えー、検討していただいてもしもし今、まあ、現在ね、えー、レックの中心校で見てくださってる方はいろいろ受付のものも相談乗りますそれから、えー、レックですとのコールセンターでいろいろ相談も乗ってますそれから私なんかも普段ね、えー デックの予備校に行っておりますのでそこで見かけたりそれから他の講師でも構いませんのでねどういうのがいいですかなどなど、えー、それに今宅検で通われている方あるいはウェブ講座なんかね聞いてくださっている方はね、まあ、そういうところでね聞いていただければと思いますのでぜひぜひご検討の上ね、えー、今年の宅検試験、えー、もう勉強が終わった後もう一晩なりもうちょいもうちょっと持っていくという気持ちをね生んでくれればと思いますはいでは今回の賃貸不動産経営管理士のガイダンスですが 以上とさせていただきます。えー、まだまだ世の中ですね、えー、よろしくない状況が続いていきますが、ここはもう逆に一つ勉強に集中してね、宅建、そして賃貸不動産経営管,、えー、管理士のね試験頑張ってくださればと思います。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。